まずはハーチさんにちょっとご説明いただきたいんですけど、はい、何と戦ってるんですか今は。今は誹謗中傷と戦ってます。おー、誹謗中傷無視すればいいじゃん、スルーすればいいじゃん、スルー力だよみたいなこと言われるんですよ。悪質性とか反省してる度合いとか、あとはハーチューさんの傷ついた度合いとかに応じて決めてる感じですね。投稿がされてから1ヶ月以内には1つ目の手続きをするぐらいの時間軸で動いておかないと難しいです。はい、皆さんこんにちは。レスキューハウスの時間です。今回なんですけど、まあ、引き続きハーチューさんに来ていただきました。ありがとうございます。人格攻撃ですね。 お前のここが悪いとか、お前は誰にも愛されてないと、体をマッサージしてほしいということで、はい、深夜に自宅に呼び出されたとか、はい、逆らうこととか反抗することを考えられない。まずはハーチューさんにちょっとご説明いただきたいんですけど、はい、何と戦ってるんですか今は。今は誹謗中傷と戦ってます。誹謗中傷、誹謗中傷、裁判でどうだったかみたいなことも含めてお話しさせてください。はい、私も2004年からずっとネットの活動を続けてきて、誹謗中傷に悩んだことって一度や二度ではないので、何度も弁護士事務所に行って、相談料大体1時間1万円ぐらいが相場なんですけど、 SNS についてあまりご自身がこの当事者性を持っていない弁護士さんだったりとか、あるいはその自分の被害の状況を詳しく説明するだけですごく疲れてしまったりとかして、その後にお願いするっていうことが本当に少なかったんです。なんですけど、たまたま福永さんはすごく SNS に詳しくって、その他にこう私が抱えているトラブルっていうことに関してもたまたま友人として見ていてくれたので、そのつながりでお願いするっていうことになりました。なるほど。まずですね、メッセージは誹謗中傷にならないんです。その DM とかでひどいことを言われたりするっていうのは、基本的には誹謗中傷として訴えられるのはなかなか難しいですね。正確に言うと DM も誹謗中傷にはなるんです。そこで権利侵害もあるし、脅迫とかは DM とかが多いので、そういうのは全然できるんですけれども、匿名者から言われた場合に相手を特定しなければいけない。そこで発信者情報開示請求っていう法的な手続きがあるんですけれども、発信者情報開示請求の要件として不特定多数が閲覧できる場所に投稿したものっていう限定があるんです。うわ、なので例えば DM だったりとかブログの投稿でも承認制のものとかだと、はい、1回送って承認されて初めて公開されるものなので、そういうものが開示請求の対象から外れていくケースが多いですね。全て外れるわけじゃないんですけれども、なので DM とかはどうやって相手特定するかっていうと、もう検察にお願いして特定するとかしか難しいケースが多いですね。私の場合は不特定多数の人が見られる場所に侮辱的な言葉を書かれているもの、具体的には匿名で書き込める掲示板だったりとか、あとはツイッターとかですね、そういうところの書いてる人を相手取って今裁判をしています。なるほど。ハーチューさんだけじゃなくて視聴者の方もね、あると思うんですよ。何かの掲示板とかでもし書かれた時に、ハーチューさんが今戦ってる方法っていうのを具体的にもっと教えていただければと思います。方法ですね、はい、ここから私の場合はまずは弁護士さんに相談して、こういったことを言われてますっていうので、この後ですね、弁護士さんに頼むってなったら裁判を何回かしないと相手にたどり着けないんですね。なんか結構やっぱそのインフルエンサーの方で相手に損害賠償請求させますみたいな感じで言ってることって多いと思うんですけど、結構簡単なように聞こえて簡単ではなくて、2回裁判をしてやっと相手が特定できるかできないかなんですね。その最初の2回っていうものかというと、例えば最初ツイッターに何か書かれたら、ツイッター社相
手に私はこういうことを書かれました、これは私の権利を侵害していますってことをまずツイッター社に認めてもらわなきゃいけない。でツイッターが裁判に負けて違法だっていう裁判所の判断があったら、次はプロバイダーって言ってツイッターに書き込んだ人っていうのはどこかの携帯とかパソコンから書き込んでるわけですよね。どこと契約してるのかっていうことで、この裁判が終わって初めて相手が誰か、どこの誰かっていうことが分かるんです。なので私もじゃあ何か嫌なこと書かれてました、ツイッターに書かれてました、ガールズチャンネルに書かれてました、アマスタっていう掲示板に書かれてました、それぞれの会社を訴えなきゃいけない、で相手の情報を渡してください、はい、そこが終わったら次に今度 NTT とかソフトバンクとかそういうところと裁判しなきゃいけない。最後にやっと相手がどこの誰かっていうことが分かったら、その相手に対してあなたは何月何日にこういうことを書き込みましたよね、私の権利を侵害しているのでつきましてはっていう相手に対しての裁判を起こせるんですね。だから訴えるって決めたら3回裁判が必要って思ってください。もちろんそれを今簡略化しようっていう動きも出てきてるんですけど、現時点では3回裁判が必要なので、やっぱり時間もかかりますし、私は2020年5月に福永さんに依頼してからほとんどの裁判はまだ継続中です。コロナでちょっとこう進行が遅れたりっていうこともあるんですけど、それでもやっぱりものすごく時間もかかるし体力もかかるしっていうことをここにちょっとお知らせしたいです。だから相手を特定できるようになったみたいな話があるんですけれども、特定できるようになったのは事実なんですけれども、それの大変さは依然あるので、そこそこの覚悟を持って特定しようと思って、まあ、1年2年単位の時間と、あとまあそこそこのお金時間労力かけてやるって覚悟を持たないと結構難しいです。なるほど。やっぱりそのハーチューさんが初めに言った時に思ったのが、すっごい体力いるなと思ったんですよ。訴えるって自分の嫌なこととかをと向き合ってこういうことされましたって、うん、やっぱそれは傷ついたから嫌なことをやるか、うん、だからそれを例えばって言って言われて傷つくわけやんか、うん、その傷ついた人が2回3回もまだツイッター社とかいろんな会社に裁判を起こして、うん、その時にも多分いろいろやり取りがあるんですよね。そうですね。一応そのツイッターに関しても、はい、その次の会社に関しても発信者の権利を保護しなければいけないっていう、基本はそのユーザーさんを守らなきゃいけないので、あなたはそんなことは言われてもしょうがないですよとか、表現の範囲内ですよっていう反論が向こうから来るので、それを確認するときに自分を否定されてるような気持ちになりますし、うん、やっぱその書かれた内容も相手の反論もいちいちチェックするたびに結構体力が消耗するというか、なかなか辛いですね、メンタルが。めちゃくちゃしんどいです。途中でやっぱりやめたくなる。やめたくなると思います。だからそのやっぱ抱えてたら泣き寝入りみたいな状況がだからこそ起きていると思っていて、今ってやっぱり書かれた方があまりにも不利なんですよね、うん、だからこそネット上に境界線を越えたような表現が氾濫しちゃってる。それはもう言われた側がしょうがないっていう風に我慢するっていう風になっちゃってるからだと思うんです。この現状私変えたいなっていうのも誹謗中傷の裁判を起こしている理由なんですけど、誹謗中傷の裁判って誹謗中傷書いた人はとはいえ訴えてこないだろうとは思ってるはずなんですよね。でも本当に訴えられた、本当にこうお金を請求されるっていうことがちゃんとあるんだよっていう事例を積み上げていかないと社会は変わらないなっていうことで、今福永さんと一緒にいろんな裁判を起こしてます。これちょっと聞いててすごい苛立ちを覚えたんだけど、はい、そもそも下側が誹謗した側やね、相手のことを嫌いになって嫌がらせとか妬みとかで、下側が悠々と今生活してて、されて傷ついて、それに戦うためには戦う先がいっぱいいろんな大手で、でそこに労力もいって、なおかつ一番お金がかかって、そんな俺らもそんな弁護士とか裁判の費用とかも数百万皆さん用意できてますかってなったら無理やん、うん、やらないと戦えないのかっていうところがやっぱすごい俺自身納得いってなくて、これ本当にそうなんですかっていうのはやっぱり福永さんに対しても言いたい、それをしないといけないじゃないですか、今って。それそうなんですけど、はい、書いてる側はそれが別に正しいことと思って書いてるケースも多いんですよ、うん、書く側には書く側の正義があって、正義って人によって見え方も違えば幅も違うので、うん、こちら側からするとこれは侵害されて違法だと思うんですけども、うん、書いた側からすると表現の自由だったりとか、いろんなこう意見論評する自由っていうのも認められるので、その境界が難しいっていうのは、うん、なので、まあ、私にとっては、はい、あ、これはすごいひどいことを書かれたなと思っていても、福永さんに見たときに第三者の中立な目で見たときに、まあ、誹謗中傷とは言えないかもしれないっていう風になって、裁判になってないものもたくさんあります。これが家族とか、僕とハーチューさんが家族でハーチューさんがされました嫌がらせを、僕が見たときにこれは嫌がらせやろってなったとき、これは別に証人とか、いやこっち側めちゃくちゃ嫌がらせされてるよっていう証人になんか役に立つとかってあるんですか、弁護士さん的に。基本は投稿した内容はもう客観に確定しているので、はい、それを見て裁判官が社会常識的にどうかっていう判断をするので、そうですね。だからやっぱ裁判所っていうのはすごく中立性の高いところで、相手の弁護士、こちらの弁護士が代理人として戦ってくれるので、ある程度
程度、まあ、納得のいく判決は出るんですけど、私が訴えたものの中でこれが認められないんだっていうものも正直ありました。ただこれが認められるんだっていうものも逆にあって、その普段言われ慣れてしまっているというか、ある意味これぐらいのことはまあ言われてきたなっていうふうに思ってしまうものでも、裁判所に提出してみたら違法ですねってなることも多いので、そういう意味ではやっぱ今ネット上に氾濫している言葉がいかに残酷で人の権利を侵害しているかってことにみんなが不感症になっちゃってるってことですね。なんか誹謗中傷がちゃんと犯罪っていうふうに思われてきたのもここ数年、もしかしたら今も思われてないかもしれないなみたいなところがあって、例えば痴漢にあったら絶対に痴漢する人の方が悪いわけですよ。でも誹謗中傷を受けたらかかった方も何か悪いことがあったんじゃないのっていうふうに言われて、書かれてても無視すればいいじゃん、スルーすればいいじゃん、スルー力だよみたいなこと言われるんですよ。確かに。でも本人にとってはやっぱりそれがどれだけメンタルにダメージがあっても体のを傷つけられたわけじゃなくて心を開いて見せるわけにはいかないから、ずっとそれのせいでこう致命的なダメージを負っていたとしてもなかなか周りには分かってもらえなかったり、被害を受けているってことが分かりづらいですね。最近も私ちょっとこう誹謗中傷の裁判してるんですっていうことをインスタのストーリーに書いたら、まだ裁判してらしたんですね。幸せそうだからそんなことを抱えているとは思いませんでしたって言われたんですけど、そういうふうに被害を受けてるっていうのが周りから分かりづらいっていうのはすごくあると思います。私が裁判を今いろいろね、まだ判決が出てないものも多いんですけど、今のところ得られたなと思っているのは自分の自尊心の回復ができているなと思って、私は今まで本当にいろんな人にいろんなこと言われてきて、で有名人だからそんなの言われる仕事してるんでしょと言われてきたんですよね。だから、自分の心が弱いのが悪いんだってずっと思ってたんですけど、でも裁判所に書類提出して1回2回裁判勝って最終的に相手が敗訴するっていうこの過程の中で、裁判所の裁判官がちゃんとあなたは人権を侵害されてたんですっていうことを認めてくれる、私は被害者だったんだ、だからこんなに傷ついてたんだって、初めて自分で自分を心が弱いから我慢ができないからなんかじゃなくて、言われて傷つくのは当然なんだっていうことを第三者に認めてもらうことが本当に心を穏やかにさせてくれます。なるほど。メンタルケアとしてもすごい大きく要因としてあるということになるんですよ。福永さんからも。そうですね、どこに目標を置くかってのはすごく難しくて、慰謝料ってやっぱすごく低いので、手間に比べて誹謗中傷ビジネスみたいなことを言う人がいるんですけれども、それはもうやってみれば絶対そんなんがビジネスとして成り立たないのは明らかで、これはもう当事者にとってもですし弁護士にとっても誹謗中傷案件ばかりを大量にやって、そこそこの収益にしてる人なんて皆無だと思います。皆無、だからできるだけ、弁護士さんも受けたくないっていう現状があるので、なので誹謗中傷の相談は受けてもらいづらいなっていうのを私は、感じてます。マジですか。もしかしたら多少の利益になるかもしれないですけれども、他にいくらでももっと利益になる案件はいくらでもあるので、経済目的でこれを扱うのはかなり厳しいと思います、なので、一番は僕にとっては依頼者である人の自尊心の回復とか、あとはハチューさんみたいに社会のことも見てる場合は誹謗中傷をなくすことはできなくても減らそうとか、要はね、誹謗中傷ってね、何あるかって面白いんですよ。書くのも絶対面白いんですよ。著名人に一丁紙するの面白いし、一丁紙したらその時周りのアンチたちでみんなでわーってなってくれれば、その中でハーチューさんをいかに小バカにしたかみたいなののヒーローになれたりとか、いろんな面白さがある。誹謗中傷でこちらが訴えたりとすると、訴えること自体もギャラリーからしたらもうエンタメなんですよ。駅で喧嘩してる人とかがいたら、当事者からすれば大変なことだけど、周りからしたらどっちが悪いか正しいかも関係ない、どっちがぶつかったとかも関係なくて騒いでるのが面白いみたいな状態なんで、火災現場と一緒ね、火災現場燃えてるところと一緒ですよ、だから正直その裁判をやって良くなかったことも多くて、例えば私の場合は裁判所でしか閲覧できないはずの外部に流出するはずのない書類がネット上で拡散されてしまったりとか、毎回特定の方が裁判にいらっしゃって傍聴して、その内容を YouTube で、彼自身の見解を交えて公開したりですとか、あとインフルエンサーが表現の自由を奪おうとしてるみたいな言われ方をすることがあって、そうやってそのお金も時間もあるインフルエンサーが悪徳弁護士と一緒に誹謗中傷ビジネスをしてるって言われてるんですけど、でも、今福永さんがおっしゃったように正直やっぱりその手間とお金のことを考えるとプラスになるものって何もないとまでは言えないですけど、現状やっぱり損害賠償の額が少ないので元が取れるとも思えないですね。ちなみにその額って公開してもいいんですか。投稿内容とか悪質性、回数とかによるんですけれども、あと名誉権侵害かプライバシー侵害か名誉感情かっていうその侵害した内容によるんですけれども、少ないものだと1個の投稿で5万から10万とかですね、
全然もらえないっていうことですね。全然もらえないです、はい、だからなんかたまにそのインフルエンサーが人を訴えるビジネスをしてるみたいなのを見たらそれはデマだと思ってください。お金を取るだけでは誹謗中傷の裁判は成り立たないですね、うん、ただねこちらからすると弁護士費用も時間も手間もかけて、うん、期間もかけてやっと5万10万回収したところで赤字になっちゃうんですけれども、うん、買いた側からするとそこは初めて不特定多数の一人として著名人にこすりに行って楽しんでたみたいな人たちが裁判という当事者に選ばれて5万でも10万でも払っていただくっていうのは結構大きなことだと思っていて、はい、軽く投稿して無料でノーリスクの嗜好品と思ってふざけて書いて他人にこすって楽しんでた人が実際裁判を呼び出されてその人も弁護士費用を払ったりもすると思うんで、5万でも10万でもいくら払うっていうのは初めて著名人じゃない側の書いてる側が当事者にならなきゃいけないっていう、ただのギャラリーで面白がってた人から当事者に、それが一番大事ですよね今聞いたから、そうですね、多分、はい、そうやって一回裁判になった人は今後、うん、まあ、ネット上での発言に対してひどく慎重にはなると思うので、そういう意味では今後起こるかもしれない被害を防いだ、多分、うん、あの私に嫌なこと言ってる人って私以外にも言ってるんですよ、例えば女性アスリートとか女性の著名人だったりとか、はい、いろんな人に言ってるのを、常にそうですね、ツイッターとかでハーチューさんに絡んできた人のそのタイムライン見に行くといろんな人にいろんなこすりをし続けてて、そのくせお配りキャンペーンはリツイートしまくってるみたいな、なるほど、前基準は結構難しくて、目標をどこに置くかにもよるんですね、うん、一つはあの裁判すると向こうにも負担がかかるので、あまりおかしな裁判はしちゃいけないという一般的な考え方があるので、訴訟提起したら違法になるような全くこちらに権利が認められる余地のないものはしないというのは一個前提としてあります、うん、でそれ以上のものでやってみて勝つか負けるかわからないものとかについては、書いた人の悪質性とか反省している度合いとか、あとはハーチューさんの傷ついた度合いとかに応じて決めている感じですね。例えばっていう単語とかではないっていうことですね。特にひどいもので、はい、あの違法になるであろうものは訴えるようにはしてますね、うん、ただ違法になるかどうかわからない微妙なものでも、僕よく言っているのは 2,3 割勝つ可能性があればとりあえず訴えてみましょうみたいに言ったりするんですけれども、それが我々も基準がよくわからないからね、はい、違法かどうかを決める裁判官も人間なので、裁判官によって基準が違ったりとか、同じ裁判官でも似た表現でこっちは違法だけどこっちは表現の範囲内だよっていうこともあって、こっちでも基準がちょっとよくわからないので、最初の裁判では多めに出してみて、こちらでもあこれは違法なんだっていうのを学びながらやってるっていう感じです、なるほど。幼虫で定量的に評価できるわけじゃないので、例えばあのブス一言じゃ違法にならなかったけど、壊滅的なブスって書かれたら違法になったりとか、なんかそれってじゃあどの程度だったのみたいなのがわからないので、ある程度まあ幅広くやらなきゃいけないのと、さっき申し上げた通りに相手に当事者になっていただくってことが大切だと思うので、開示請求をすると相手に通知が行ったりするんですね。プロバイダーとかから相手に対して権利侵害に当たるってことで情報開示しろと言われてるんだけど、あなたは同意しますか同意しませんか理由はありますかみたいなのが行くんですけれども、そこに初めて少し当事者意識を持っていただくと思うので、それも大切だなと思うので、積極的に幅広くやる。その無視してもダメなんですか？無視した場合は基本的には不開示になるんですけれども、不開示になったら今度また訴訟して開示になったりすると、なるほど、まあ、少なくとも裁判所に来ていただいて、発信情報開示請求の条文上権利侵害の明白性が必要となっているんですけれども、実際には開示請求の方が若干緩いんですね。当事者に対して請求して賠償を認めてもらえる、なので開示請求で認められて相手が特定できて訴えたけど負けますって案件もまあ結構あるんですよ。でもやっぱり出てきていただいて実際当事者に裁判を受けていただくこと自体がすごく大切だと思っているので、ある程度は広くやった方がいいかなと。開示請求をする際にすごく注意しなきゃいけないことがあって、なるべく早く弁護士さんに相談して開示情報の請求をしなくちゃダメで、そうでないとプロバイダーとかプラットフォームも人の情報をそんなに長く持ってない、なので例えばツイッターとかだと書き込まれて1ヶ月以内ではもうこの人訴えるっていう判断をして、早いっすねそれは。証拠を取っておかないと、それこそあの URL も分かるような PDF で発言を保存しておかないと訴えることがそもそもできなくなってしまって、福永さんのところには10年前にこんなことをネットに書かれても今も苦しんでますみたいな相談とかも来るらしいんですけど、その10年前っていうのはやっぱり書かれたとしても相手にたどり着ける可能性がもうほぼ極めて低いっていうことで、なかなか受けることができないみたいで、何か被害を受けたらできるだけ早く相談するっていうのが大事。それめちゃくちゃ大切で、投稿をスクショで保存しましたみたいな人結構見かけるんですけども、はいはい、そうですね、ほぼほぼ意味ないので、はい、スクショ大事ですって多分僕何人か言ったことがある。スクショ自体は大事なんですけれども、ツイッター社であったり他のそのコンテンツの会社であったりと、別に彼ら自体が悪いことしてるわけじゃないじゃないですか、うん、発信者情報開示請求とか受けた場合には開示するある程度
度こう義務とかもあるんですけれども、でもあのログをずっと保存しておくのってコストもかかるので、それを別にプロバイダー側がしなければいけない義務もないんですよね。別に全ての情報をトレースしなければいけないっていうのが企業の義務として課せられていないので、なので保存期間にはすごく限りがあって、 Twitter 社とかあとはもう他 の、 その通信会社とかも保存期間が3ヶ月から長くて6ヶ月ぐらい、すごく長くて1年とかあるんですけれども、でも裁判やってる間にその期間も過ぎちゃったりするので、投稿がされてから1ヶ月以内には1つ目の手続きをするぐらいの時間軸で動いておかないと難しいです。でちなみにこのログが消えちゃうっていうのが弁護士としては結構恐怖で、自分の作業がちょっともたついたりとか、自分が知見不足で何か無駄な手続きを踏んじゃったことによってログが消えちゃったら、自分のせいでその依頼者の権利をなくしてしまう可能性が常にあるんですよ。実は私は以前とある弁護士さんに誹謗中傷を依頼をしたことがあるんですけど、その弁護士さんが SNS にあんまり詳しくない方で、ログの保存期間が切れてしまって訴えられなかったっていうことがあります。まずされたら URL とスクリーンショットを作る、それを持ってすぐにツイッター社に弁護士に行って、あ、弁護士ですね、なるほど、弁護士さんがそれをやってくれます。弁護士さんからツイッター社にすぐに手続きをしてもらわないと消えてしまう。 URL と投稿の画像があれば、はい、この URL を用いてこの投稿したんだところまで分かるんですけれども、この URL を誰が通信してきたかまでの情報っていうのは期間限定でしか残っていないんですよね。なるほど、残ってる間にやらないと。だから川中さんの言った1ヶ月以内、言われて傷ついてそんなことしてるようなね、気力ないと思うんですけど、でもそうじゃないと相手にたどり着けないので、もう本当にこれはもうすぐ訴えようっていうふうに決めて、その1ヶ月でやるべきところに金銭ってどれぐらいかかるんですか？例えばされて URL とスクリーンショット持って弁護士さん行きました、弁護士さんから Twitter 社とか、まあ、A 社とか B 社にやってもらうのに相場でどれぐらいかかるんですか？もう完全にケースバイケースなんですけれども、はい、Twitter 社からもらえる情報って Twitter 社が持ってる情報だけなんですね、はい、でも Twitter でアカウント作成するときに必ずしも氏名住所とか登録してないじゃないですか、はい、まあ、メールアドレスとか電話番号ぐらい登録するとしても、メールアドレスなんてもう適当なものかもしれないので、結局ツイッター社からもらえるもので期待できるものって言ったら個人情報は一つもなくて、接続した時の IP アドレスとタイムスタンプぐらいなんですね。なのでそれだけじゃ相手が分かんないので、今度それを持ってじゃあどの通信会社を使って接続したのかを確認しなければいけないので、ツイッター社から IP アドレスをもらいます。で次に接続したプロバイダーに対してこの IP アドレスを使った契約者の氏名住所を教えてくださいって2段階になるんですけれども、その2段階セットでしないと、まあ、ほぼ意味ないので、2つセットでいくらなんですかね、多分すごく安くて 20,30 万で、高いと50から100万ぐらいはする気がしますね。私はずっと私の悪口を書いてるブログがあったので、それに関して相手を特定したいっていう相談を弁護士さんにしたら、これは海外のサーバーを使っているので海外に書類を送らないといけないということで1請求が50万円と言われました。だから本当に弁護士さんとか案件にもよるんですよね。そういうふうにやっぱツイッター社も、ツイッター社とかは日本に法人があるんですけれども、そこはあの営業とかプロモーションを担当しているだけで情報の管理はしていないっていうのが、まあ実務的に言われていて実際そうなんだと思うんですけど、なのでカリフォルニアあるツイッター社に直接の訴状を届けなきゃいけないんです、本来。でコロナの前は実際に多分訴状を送ったりとかしていたし、その翻訳文つけたりとかもしなきゃいけないんですけれども、ツイッター社の当本を取るだけでもカリフォルニアのじゃあ法務局みたいなところに手続きとかって結構大変で、そんな簡単にはできないので、そうすると国内でツイッター社の当本を販売する業者から買うんですけれども、それだけでネットで喋ってもらえば分かるんですけど、1通5万円とか平気でするんですね。さらにそこから翻訳とかしてたら、もう入り口だけで弁護士用以外にも実費がいっぱいかかってきますね。僕の場合はたまたま安くツイッター社の当本をもらえる人がいるので、その人から安く買ったりとかいろいろやってますけど、あとはツイッター以外にも2チャンネルだか5チャンネルだったか、ああいうのはフィリピンとかシンガポールとかに法人があるので、ああいうところに送ったりだとか、いろいろ海外の法人ってやり取りするのはすごく大変です。それだけの手間をかけないと相手にたどり着けないんですよね。本当に特定するのはめちゃめちゃ時間もお金もかかって、世の中で言われてること簡単じゃないなっていうのは思いますね。なんかこんなこと言ったら訴える人を少なくしてしまうかもしれないけど、だからこそやっぱその法律のところで変えていったりとか、言われたことに対してのやっぱメンタルのケアだったりとか、あるいは今みんな安易に書き込んでる人たちが多いと思うので、加害者にも被害者にもなるし、私もやっぱその書いていた相手が何気なく書き込んだ大学生だったりとか、多分本人は書いたことを忘れてると思うんです。特定するには大きく3つぐらいハードルがあって、1個はそもそも法的に実態的に権利侵害かどうか、世の中の人はここばかり着目するんですけれども、請求する側からするとここはもうそこまで大きなハードルではなくて、でむしろ裁判所によって考え方も違うので、あんまり勝った負けたは最終的な結論
論次第でそこまで重視なくて、それ以上にその解析する手続き自体のハードルの高さ、さっき申し上げた2回しなければいけない、で次これが秋から1回に変わるんですけれども、1回に変わったからといってめちゃくちゃ簡単になるかっつったらあんまそんなことないよねっていうふうに一応専門家の中で言われてます。で3つ目のハードルが、そもそも技術的に IP アドレスを持って相手を特定できるかという、IP アドレスってそれ自体が相手を特定する個人情報じゃないじゃないですか、数字の羅列なんで、うん、それとタイムスタンプっていう何時何分何秒にこの IP アドレスを持って接続する通信情報を飛ばしましたってところは分かるんですけれども、何時何分何秒に例えば何十人も同じ IP アドレス使ってる人とかもいて、 IP アドレスっていうのは動的なもので、はい、一つのプロバイダー一つの契約からもつなぐ瞬間によって IP アドレスって変わるんです。これが完全に固定 IP アドレスになって、一つの IP アドレスを特定できれば誰が書いたかが分かればすごく簡単なんですけれども、うん、今なら一つの IP アドレスをいろんな多ければ何十人の人がコンマ1秒の間に複数人共有して使ったりとかしてるんですよ。そうするとこの 2,30 人の人の誰かですねとまで特定できても、特定一人に特定できなかったりとかっていう問題がある。カフェとかそういうことですか？それはまた別の話で、カフェだとか集合住宅だとか会社とかっていうのはあくまでも IP アドレスを使った契約者が誰なのかが特定できた場合の話です、ね、誰かが特定できたけど、例えば大きな法人の契約だと特定した場合は、その法人の中のどの従業員の人が書いたのかが分かるっていうのが、契約者を特定した上でもなお分からないことなんです。例えば特定の自宅だと特定してもその自宅の家族の誰が書いたのかが分からないとかっていう問題もよくあります。でもその入り口の段階でどの契約者かも分からないっていうのがあります。なのでその辺がすごく大変なので、この特定の絶対に権利侵害があるっていう投稿を裁判所に持ち込んだからといって最後まで特定できるかといえば、法的な違法かどうかとか以外の問題がすごく多いので、これが違法かどうかをあんまり考えても意味がないところはあって、例えば侮辱行為だと、通常の侮辱行為とかって良、まあ、くないんですけども、社会でこう生活する上にはいろんな圧力があるので、ある程度はまあ法律の範囲外で処理しましょうということで違法とは認めてくれないんですね。ってなるとどっから上が違法なのかって難しいんですけれども、そこを一生懸命考えたところで他のハードルはすごく多いので、どっちかというともうざっとバッとこう請求してしまって、その中で最終的にたどり着くのがいくつか残ればいいかなみたいな感じでやっていて、一番最初に入り口で請求したもののうち7割ぐらいが最後までたどり着いてるものがね。正直私は仲間を増やしたいので訴えてちゃんと社会を変えていきましょうって言いたいんですけど、ただ自分が訴えているからこそ、それがどれだけ金銭的に時間的に体力を奪うものかっていうのも分かってるんですよね。なので、まあ、まずはメンタルのケアが大事かなと思って、それこそもう言われていることがね、ずっと頭にこびりついて、私もやっぱり一番ひどい時は街中歩いている人ももうみんなが私のこと嫌いなんじゃないかっていう風な気持ちになっちゃってたんですよね。だからメンタルを友達に話すなり、こういうことがあって辛いっていうのを言える場所を持つってことですね。専門家のカウンセラーの方に相談するでもいいと思うし、あともう一つ私がせっかくの動画なので訴えたいのは、社会の空気を変えていきたいなと思って、今どうしてこんなに誹謗中傷がはびこっているかというと、それを面白がる人が一定数いるからで、なんかこうちょっと相手を見下すようなことを言って、なんか論破じゃないけど、その議論に対して勝敗を決めたがる人が多い。ちょっとなんかこう相手を見下すと、そっちが賢いことを言ったようになる。でやっぱその意地悪な視点の記事とかもよく読まれたりするじゃないですか。そういうのを読むのかっこ悪いよね。有名人とかに誹謗中傷するのって恥ずかしいことだよねっていう空気がちゃんと変わっていかないと、もうこのまま誹謗中傷っていうのが野放しになってしまうと思うんですよね。ただ今だんだんやっぱ空気も変わってきてると思っていて、 YouTube のコメント欄とかでも嫌なことを言う人に対して、いや、なんであなたそんなこと言うんですかって、ちゃんと言ってくれる人がいる。あります。ちゃんと誰かが言われてるのを見たら、その人一人ですね、連帯する、一緒にこう守ってあげる体力がある人が、言った方が恥ずかしいよねっていう空気を作っていくことが大事だと思うんですね。この草の根活動の積み上げによって、多分誹謗中傷する人っていうのは少なくなっていくんじゃないかなって思います。確かに僕もデスキハウスを通してコメントしてくださる方が、そういう意図じゃないよとか、何を言ってるの、そういうのはやめてとか、めっちゃ戦ってくれるんですよ。そうなんですよ、僕それがあったから今多分ここまで発信できてるし、そこまで辛い思いをしないんですよ、やっぱ、ね、そっちがメインになっていけば、はい、言ってる方がおかしいよね、恥ずかしいよね、今ってやっぱりそんななんか例えばブサイクとかねとかって、そんなことを言うことに対してあんまり感情が動かないっていうのかな、なんかこう言ってもいい言葉って思ってる人たちが言ってるんですよね、それを変えていって、いやそんなこと言ったら恥ずかしいよいうふうにしていかないとですよね。僕自身が今回お話を聞いて思ったのが、やっぱり時間と体力、お金もかかってしまう、ただその先に得られるのってやっぱり自尊心の回復というのも、これ心のケアにつながってくると思う、
だからまずはお金がない、時間もないっていう人はハーチューさんが言った通り周りの人に SOS っていうのを求めて、ちゃんとそれでメンタルをケアするで、それがクリニックなのかっていう、まあお金があんまりかからないような対策をして、それでもしか選択しないってなった場合は、あなた一人じゃない、弁護士さんも絶対あなたの味方になってくれるから、そこを頑張って、通夜する。私も1年ぐらいだったら、お金をかけて、時間をかけてでも現状を変えようっていう風な、やっぱり決意した瞬間になりましたね。それが一番助かる命が助かる方法なのかなっていうのは感じました。なるほど。ということで今回はハーチューさんと福永さんとお話しさせていただきました。皆さんも今現状悩んでる人も多いと思います。でその悩んでるのも、まあ、一人じゃないよっていうところと、具体的にどうしたらいいのっていうのを前回のハーチューさんの動画であったり、今回その先の戦い方っていうのを参考にしていただければなと思います。はい、はい、ということで今回の動画が良かったと思う方は、今現状、悩まれてる周りの方とかがいればシェアしてあげてください。はい、助かる命を助けるために。